まずは色のついた面を内側にして折り紙を三角に半分に折りますこれを開いて90度回してこちら側も三角に半分に折りますこれを開いて下の角をこの中心よりも 少し開けて中心より1センチぐらい下の位置で折ります次に下の部分をこの横の筋に合わせて折りますこれを裏返して 上側の角も同じように中心よりも 1cm ぐらい上の位置で折りますそして上のこの線を真ん中の横線に合わせて折ります これを一度開いて、この部分の折り筋で下の紙を上に折り返します。そして、この斜めの筋に合わせて右側の紙を下に折ります。左側もこの斜めに合わせて、下側に 折りますこれを開いて今度はこの下の角をこの小さな角の付け根に合わせるようにしてこの位置で折ります。反対側も同じように角と紙の切れ目を合わせて折り筋をつけます。 これを開いて、この部分を両方の折り筋に合わせて折りながら、このように真ん中の紙を立てます。立てたものを上に閉じます。左側も両側の折り筋に合わせて折って、紙を立てて、その紙を上に閉じます。 上に閉じた紙を根元から斜め下にこのように横に折ります。反対側も根元から横に。こんな感じです。これを上にひっくり返して、ハサミでこの部分、この外側の角の部分から真ん中まで切り込みを入れます。 そして切り込みの根元から端までをこのように開いて折って折ったものをさらに半分に折り返します反対側も根元から端まで折ってそれを折り返します表にしてこれで折り紙の部分は完成です これに顔を描いていきます。両側やや離れ気味に左右のバランスを見ながら丸い目を描いていきます。その間を結ぶように赤い帯の線を引きます。 目の上側に白い斑点の模様が入ります。これに色を塗っていきます。白いマーカーで目の上の斑点の模様と、青い部分の目の上半分を白く塗ります。 赤いマーカーで顔の下半分の線を塗ります目の上の部分の線も引いてその下を黄色で塗ります黒いペンで目の縁取りをして残りの部分を塗りつぶします小さな黒目も描きます これで、カ絵動画の完成です。